こういう構造はやっぱり理解しておくと変な FC には引っかからないと思いますよね。営業部隊がひどすぎて SV は仕事になりません。ちょっと話も外れたりしたんで3回目、はい、はい。やっぱ東進時代はそのこの地域のためにっていうね、集まらないかもしれないけどっていう風にクレームにならないようにしたわけじゃないですか、はい。竹村さんはあのベンチャーリング時代はどうだったんですか。あの結構オーバートークして SV 困らせたりしたんですか。うん、ベンチャーリングの時はねやっぱりね、うんうん、そのこれはやっぱ収益が出ると、はい、やっぱ可能性を売っているというスタンスですから。そうですよね、うん、だからもうこれはもう割り切ってもう事業として売ってたから、事業っていうのはこういうもんでうまくいく可能性があるということで夢を売っているっていうスタンスでやりましたね。一番うまくいかなかったものを夢を売っちゃって後から大変だったものは、ね、一番って言われると難しいんですけどね、まあ、いくつかあったかもしれないですけど、なんかいやだから僕はこの番組でも最初の段階からちょっと首をひねっていたというラーメン居酒屋とかでも売りましたからね、じゃんけんじゃんけんうん、でもそれはやっぱりこの僕も舞台を率いてましたし、うんね、20億とか予算もあったしね、まあ、過去の回をねあの見た方は分かると思うんですけど、居酒屋行った後にはラーメン食べたくなるでしょ、だからラーメン居酒屋やれば儲かるんだっていう、それがその名もラーメン居酒屋じゃんけんっていうあの商品だったんですよね。それをいっぱい売ったんですね竹村さんまあそんなに売れなかったけど、まあそのうちの半分ぐらい僕の舞台売ったと思いますよ ね、まあ、ねで部下に売ってこいと、うん、そしたら後から大変なことになりますよね。まあ、回転しないってことですよね、うん、オープンしないと、うん、だからやっぱりそれは僕はベンチャーリングの時にはそのいや儲かりませんだなんて一切言ってないし、うん、これはやっぱりもう夢があると可能性があると。であとだからベンチャーリングの時に今度は揉めたのはむしろエリアですよ、うんうん、なるほどね。逆に儲かるからエリアで儲かると、うん、エリアで揉めると、うん、だからベンチャーリンクの時のクレームはむしろね儲からないっていうクレームは SV の方に行くんですよ、うん、なるほどね。でやっぱりベンチャーリンクの時は例えば牛角は最初は急行停車駅にできるっていうふうに売ってたのに、うん、それが流行ったかゆえに各駅でできていくわけじゃないですか。なるほど、ね、こっちのクレームの方がベンチャーリンクは多かった。これはこっちに来るじゃないですか。なるほどね、うん、じゃあエリアで揉めたナンバーワンやっぱ牛角、うん、だね。その後うまくいかなかった案件でも揉めたりしてましたよ。うん、自分がやりたいって言ったら先にあっちやらしちゃったみたいな。うん、なるほど、だそのぐらいバブってたんです。やっぱりうまくいかないものだって分かっててもそのフランチャイズで広げざるを得ないというか、広げてからじゃないとまあ話が進まないみたいなところもあるでしょ。うん、そこはね、そうじゃないんですよ。だからね、そこはちょっと違うんですね。うまくいかないものというふうに分かってるわけじゃないんですよ。うんうんうん、後からうまくいくというふうに最初は全員信じてたと思います。うん、ですからそれはなぜかって言ったらガリバーの成功体験とかがあるからなんですよね。うん、結構広がってから前提赤字だったらそこから黒字化したんですよね。うん、それだったらベンチャーリンクの SV の力ですからね。まあ高田屋だって牛角だって、牛角は比較的最初そんなことはなかった。それにしたって最初から全部うまくいったわけじゃないんですよ。うん、やっぱり SV の力で良くしてったわけですよ。うん、でだから現状そのゼロ次募集、うん、武田塾で言えばね、うん、ゼロ次募集そんなことやんなかったけど、ゼロ次募集でうまくいってないやつでも SV 部隊がここから改善できるから、うん、ということで自信を持って売ってたわけですよ。なるほどね。うん、じゃあ今アントレとかに調子のいいことがね、あの文言が並んでる、うん、そういうフランチャイズは後からうまくいくと思って売ってるって思えればいいんですけど、なんかそういう気もしないんですよね。そうじゃないんですよね。うん、だからそのじゃんけんの頃って かなり後期だからね、うん、これはさすがにないだろうというふうに思ってきてるわけですよ。うんうん、SV 動向の問題ではなくて、うん、ビジネスモデル商売自体の問題だろうと思ってやってたね。だからそれは最初のうちはそうじゃなかったんだけどね。うんうん、で世の中はだからでもじゃんけんみたいなものを売ってると思いますよ。こういう構造はやっぱり理解しておくと変な FC には引っかからないと思いますよね。うん、僕はあのフランチャイズをねすごくいいなって思ってるんで、みんなが営業トークをやめてくれてね、 SV 部隊が困らないようになればね、あのクレームも来ないしさ、あのフランチャイズ業界が良くなると思うんですけど、そんなこと言ったらねフランチャイズなくなっちゃうっていうか、ね、営業トークなしで加盟するフランチャイズってどれだけあるのかっていう、まあ、本当はそうなんですよ。うん、携帯の代理店なんとかもフランチャイズに近いんだけど、はい、あれとかも大昔は
福島から東京に出てきた人は東京で携帯電話がっていうのを見て、うん、福島にはないと、うん、これの代理店を俺にやらせてくれってドコモまで行くみたいな、うん、本来はそういうのはある。でも それじゃあフランチャイズ業界にはなんないと思うけどね、うん、一方でガリバーも SV だけの力じゃないんですよ。もうこれはフランチャイズっていうのは拡大期と成長期があるっていうふうに言って、拡大期っていうのはまあ赤字の店もあるけれどもどんどん出していくと、でそれで認知が上がって全店良くなるっていう、その理屈があったんですよ。これは僕は半分ぐらい信じてるというところですね、うん、僕は当時は 100% 信じてましたよ。けども広げれば後から確実にうまくいくわけじゃないからね、いろいろ複雑な問題が、ね、あるんですけど、うん、まあ、ちょっと全然その質問の答えとは随分外れていったけど、うん、まあ、なかなか今日深い話はしたと思います。はい、はい。